どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦しようと思います。皆さん、音楽始めましょう。さあ、本日のテーマソングはやばいやつです。パンクロックの教科書、セックスピストルズのアナーキー in the UK、 これをウクレレでやります。これはですね、もう衝撃のウクレレパンクロックお届けしたいと思います。はい、それでもやっぱりいつものように2バージョンやりますよ。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにして、まあパンクロックですから、やっぱり勢いが大事。本当なんていうのかな、もうそういうことよりもパワーとエネルギーが、シンプル簡単バージョンやってから、後半はですね、またかっこいいやつ、これです。やりたいでしょ、これ。でん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 、これをね、弾きながら歌う。これかっこいいバージョン、もうほんといいですよ。もうテンションがね、もう上がりますから。はい、いつものように2バージョン最後までご覧になってください。さあ、皆さん、音楽聴くの最高だけど、やる方がもっと最高なんです。ぜひ皆さんも音楽始めませんか？ああ、でもね、私やりたいんだけど、きっと無理だな、とか。私不器用なんで無理です。時間もないし、とかね。この今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube チャンネル見てるだけでどんどんできるプログラムがあるんですよ。もう楽器が苦手ない人、触ったことがない人でもね、このガズレレのプログラムを見ながらだったらもうあるあるというふうにできるようになります。しかも YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでも見れて無料。始めましょう。もうちょっとしたらここリンクあります。このリンク先の上から順番に動画を見ながら、ウクレレ触ってるだけですぐできるようになりますからね。皆さん、いってらっしゃい。クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がもうすでに1200曲です。しかも全部ウクレレレッスン動画ですよ。1200曲すでにアップロードされています。今日みたいな洋楽もたっぷりあるんですけど、他にもね、最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の歌謡曲、夏メロ、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、もうね、何でもかんでも世の中の曲をこのウクレレで簡単に弾けるようにアレンジしてます。そしてね、ほとんどの動画に簡単バージョンとかっこいいバージョンがあるんで、簡単バージョンできた方またどんどん レベルアップできるようになってますからね。これから音楽を聴くからやるに変えていこう。しかもこのパンクロックのアナーキー in the UK をウクレレで楽しめる、新しいと思います。はい、やってみましょう。セックスピストルズ、アナーキー in the UK、 ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。What a destroy passes by goes I. What have we? Yeah, anarchy. Not that's funny. Anarchy for the UK. It's come sometime, maybe. I get a long time, stop the traffic by.Near the South Bank, sing, go die. Wanna be, yeah, anarchy. In the city, go die. Wanna be, yeah, anarchy.セックスピストルズのアナーキー in the UK。 ガズレレリーシンプル簡単バージョンやってました。4つ引きでもなんとなくこの勢いが伝わるといいんですけどね。いや、力強いですね。はい、大いに歌っていきましょう。今聞いていただいて分かったと思うんですが、ガズレレオリジナルショートカットバージョンでございます。でね、後半やるかっこいいバージョンはもうちょっとこうロングバージョンでやるんですけど、今の全体の雰囲気を4つ引きでちょっと試してもらえるというやつで、入門コード3つですからね。入門コード3つでセックスピストルズ今アレンジしました。後半のかっこいいバージョンはもうちょっとコード増えますけど。いやー、いいですね。はい、これはですね、いつもだとここでノートを皆さんこう、映し出すんですけど、洋楽の場合は、ちょっと、この、こういう、
歌詞をプリントアウトして書き込むということをやってるんですけど、今日はちょっと あんまりテロップ見た方がいいと思います。そして最近新しくスタートしたサービスってこのガズクラブっていうのはあるんですけど、ちょっと今日のこれ洋楽のことですと権利がありますんで、すぐにはちょっと出せないかもしれないです。いずれもしかしたら見せれることができるかもしれないんですけど、ひとまず今日はですね、皆さんテロップに移すのをおすすめするんですけど、はい、こんな感じで書いたんですけど、これはちょっと今日はね、すごく見づらくて申し訳ないですけど、これは上の段が今やったシンプルカント、これ下の段はちょっとコードが足されてコードがちょっと増えますけどね。はあ、そう、さっきも言ったけどコード3つです。入門コード C と F と G7 で、こんなでちょっとこれ分かりづらくて、 C と F と G7 で今のシンプル簡単バージョンやったんですけど、これねちょっとテロップ見てもらった方が今日は分かると思うんだよね。ちょっと申し訳ないんですけどね、まあまあ一応こんな風に僕は書いてる、ガズさんはこんな風に書いてるよということで、言っとくんですけど、でこれがですね、ここに見てリフ1って書いてあります。ここもみんなリフ1って書いてあるじゃないですか。これはね、後半やるかっこいいバージョンで説明しますけれども、これ後半やるかっこいいはちょっとメロディーというかね、フレーズを弾きながらやります。それが理由ですね。ギターリフって言うんですけどね。まあまあ一応参考までに、基本的には上の段が今、やった簡単バージョンで、下のくるっと囲ってるやつはかっこいいバージョンということです。このパターンが繰り返されるというのは基本ですね。はい。はい。で、今のシンプル簡単バージョンはこのパターンを2回繰り返して、あとは Cause I wanna be a Anarchy を繰り返したということでやったんですけど、はい、コード進行これ一緒です。だからすごいシンプルな曲なんですよ。で、後半のかっこいいバージョンではちょっとアレンジを変えまして、今のこの1番、イントロから1番やって2番やったら、ここのギターソロのところもちょっとコード弾いて、これから口で、メロディーは口ずさもうと思います。はい。感想ね。で、これでコードがちょっと足されますね。はい。で、ここ3番みたいな感じでやって、その後繰り返して終わるというふうに、かっこいいバージョンではそういうちょっと長いアレンジにしようと思ってます。ということですね。はい。ですね。出てくるコードまず解説するんですけど、今やったシンプル簡単バージョンは、これとこれを隠した C と F と G7 でございます。この3つ、もう超絶入門コードですから、これでセックスピストルズ。いきます。しかも、原曲と同じキー。素晴らしいです。はい。セックスピストルとセッションできますよ。YouTube とか CD とかと。はい。で、じゃあ、こっからもかっこいいバージョンの解説、ドーンと入っていっちゃいますね。かっこいいバージョンはここにですね、Dm というコードと Em7 が足されて、合計5個になりますね。この5個のコード、これはもう皆さんきっと分かってると思うけど、一応復習で、ドン。ガズレレ必須コードのグループのメンバーでございます。おめでとうございます。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このウクレレにとってめちゃくちゃ便利で役立ってくれるコードのグループなんですよ。ウクレレを始めようと思った皆さん、まずはこのガズレレ必須コードのこのグループを一番最初に覚えてください。グループですからいくつかあるんですけど、10個あります。10個もあるのか大変そうって思うでしょ。1個ずつ見たら、これも1個のコード、これも1個のコード、これも1個のコードって感じで簡単。1個ずつ見たら簡単なんだけど、10個いっぺんにパッと言われるともうわけがわかんなくなっちゃうから、私がめちゃくちゃわかりやすい動画で解説します。ここにリンク貼っています。この動画見てたらもう10個のコード、スイスイ覚えられちゃう。ね、そのうちの今日5個が出てくるということです。かっこいいバージョンで。はいはい。じゃあ、続いて、かっこいいバージョンの、双方解説なんですけど、どうしようかな。まずここ行こうか。メインはね、このリフ1っていうやつ。こことかもうここほら見て、リフ1って書いてあるんです。これをちょっと解説しましょう。ちょっと見ててもらいたいんですけど、テロップこういう風に書いておくんですけど、こうさっきのシンプル簡単バージョンでも、後半のところは、CCCCCCFG。ここの FG はいいですよね。4つ弾くうちの最後の2個、FG7 にするというところなんですけど、その C のところでちょっと面白いこと。ちょっと見てて。C って1弦3フレットでしょ。これを弾いたり離したりします。そうそう、こうなります。330333033303FG7 これをね弾きたいんですよ。こういうのをですね、ギターリフと言います。コードではないんだけど、そのこういうね、音の作り方をギターリフ、まあリフって言うんですよね。これを再現します。もう一回ゆっくりやってみましょうか。 C を押さえて3フレットでしょ。3フレットを押したり離したりするわけ。330333033F G7。 これかっこいいです。これがまさにセックスピストルズのアナーキンザ UK のもう代名詞みたいなとこなんですよ。かっこいい。これだけでもうね、ご飯食べられますよって感じですけど、これを弾くのはね、結構比較的簡単にできると思うんですけど、一緒に歌うとですね、これ釣られますからね、これ。あーやーまーって歌っていくわけですからね。ノートルにもなると思うんですけど、こういうのをやります。これをリフ1ということにしてまして、ちょっと練習してみまして、ゆっくりいきますよ。で、右手はですね、全部、ジャカ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 、あ、
ダウンアップダウンアップダウンアップでいいと思います。はい、あんまり速くなりすぎないようにしたいんですけど、ちょっとね、やっぱこうエネルギーをなってるから、こう疾走感みたいなのを加えたいんで、もうゆっくりじゃなくてもいいと思うんですけど、ちょっとガツガツした感じでこう、ね、こうダカダカダカ、その中でやっていきます。ゆっくりいきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。楽しんでね、やってください。これだけでもなんか楽しい気分になる、これ。なんかこう元気になっちゃうやつ。はい、パワーありますから、はい、このギターリフを弾いていきましょう。で、あとですね、ちょっと細かいところ言うとですね、イントロのところでかっこいいバージョンではこんな感じでやろうと思う。ちょっと細かい技ですけど、でで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 、分かった。これカッティングなんですけど、これドラムがね、ダカ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 ってやって、それを再現します。Right! なー、こんな感じでございます。はい。チャカ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 、これ16ビートですけど、押しちゃダメよ。押しちゃうと、音出ちゃうから、音出さずに、触るだけ。これで、こちょ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 、こちょこちょしましょう。はい。その後なんですけど、イントロの第一バースだけは、これで、ブリッジミュートという弾き方をしようと。ブリッジミュート。たまに出てきます、ロックの曲に。ここのね、この白い部分、ここをね、ブリッジって言うんですよ、楽器で。で、こっちはナットって言うんです。このブリッジのところをミュートするっていうことで、手のこの部分を、ここにこんな感じでこう当ててですね、ここでこう、音潰しながら弾くんです。そこ C で弾くと、こんな感じにしとこうかな。ここはダウンピッキングでも、これでもいいけど、ダウンの方がゆっくりでいいかもしれない。全部ダウンです。だん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 。で、ここでアクセントつけるとちょっとかっこいい。はい。ちょっと前奏を最初からやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。タカ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 。ライト。ナー。タツ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 。ワン、ツー、ここから、アイ、アーマー。こういう風にやっていきます。その C が4つ並んでるところはブリッジミュートで。トントンタン、トントントンタンと、ちょっとこう、抑え気味の音を止めたミュートでやってみる。このね、メリハリをちょっとこのパンクの中でもこう、つけるというね、楽しいですね。そしてリフ1の中で、ちょっと聞いててね。って、最後こう、F と G7 にならないところからあったりとか、これ1番から2番に行く間は G7 で、タタタタタタって決めを入れたりとかして、ちょっと変化があるところあるんで、そこは動画のテロップで細かいところは確認していただきたいというふうに思います。そしてね、簡単バージョンでは、弾かなかったギターソロの途中のパートのところは、はい、8ビートのチャというリズムで、あえて行ってみようと。こんな感じ。8ビートルちゃん、これをね、もうなんか突き抜けたような急にね気分になれると思うんで、まあまあそんな感じです。なんでリズムの話を言うと、最初は、まずトトタトトトタとね、トトタトトトタ、これがメインね。トトタトトト、これほとんどこのチャもなし、ダダダダダダ、これがメインで、あとそのギターソロのところでは8ビートのチャをやって、イントロのちょっとのところだけブリッジミュート、この3つの弾き方でやろうと思います。まあその中で今日ご紹介できるのはこれ8ビートのチャだね。8ビートのチャ一応ここにリンク貼っておきますけど、このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという動画を見て、ちょっと練習してみてください。ダンタッチャッツタッカッタン、このチャが入って打楽器要素を高めるということで。はい。まずその8ビートのチャができる前に8ビートっていうリズムをやったことない人は8ビートから初めて8ビートチャにやってみてください。このリズムを用いて、もうなんかこうワイルドに行きたい。パンクロックだから。ダン、ダン、ダン、ダンってこれちょっとなんかこうね、そう、ロック、パンクロック、エネルギー大事ですよ。はい、そんなことで、新たな一個ジャンルをね、こう築いた。セックスピストルズ、この名曲をこのウクレレでやっちゃおうってわけですけど。いきますよ。アナーキンザ・ユキ、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、ゴー。
don't know what I want, but I know how to get it. I want to destroy, passes by, cold time. What are we? Yeah, I don't care. Now that's funny. I don't care for the UK. It's come sometime, maybe. I gave a long time, super traffic line. Your future dream is not the self-pain. Sing, cause I wanna be, yeah, and I care in the city. ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。いやーもうテンション上がった。ウクレレでまたやっても、ウクレレでやってもテンションって上がるんですね。やっぱこう音楽ってこう楽器じゃないんだな、こうスピリット、これをこうガッとこう注入して、いや、いいです。憧れの洋楽を、まさかのセックスピストルズ、皆さんお楽しみください。さあね、暖かくなってきて、外にもそろそろ行きたいから、もうほんと十分用心してね、まあ、距離保ちながら、外で弾いたりするのもおすすめですけど、まあ家でね、家でもステイホームでも楽しめるし、やっぱりウクレレほんとね、最高です。楽しくて夢中になれる。はい。それで楽しいことやってると免疫力も上がるんで、皆さんどんどんね、これ、やってくださいね。で、この面白いなと思ったら、もう周りの方に教えてあげたりね、ウクレレ楽しいよってこう、シェアしてあげてください。このガズレレ YouTube チャンネル、ぜひご活用ください。いいねとか、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。そういうわけで、ガズクラブ、さっきも言ったんですけど、ちょっとこの洋楽に関しては、まだちょっとご提供のスタートが始まってないんですけど、今いろいろ、調べてるというか、進めたいなと思って考えてるということで、もう少々お待ちください。でも他の曲、いっぱい落とせる曲、毎月660円で、毎月5曲まで、ガズクラブ内で落とせますということと、そのクラブ限定のイベントが6月6日、66に、14時からあります。その、クラブに入ってくださった方、このオンラインイベント無料ですからね。はい、ぜひ皆さん、ガズクラブチェックしておいてください。はい。で、あとですね、いろいろ情報があります。この今使ってる、いつも使ってるガズのわがままウクレレ。これはですね、事前予約注文が、ありがたいことにも完売してしまってるんですけど、近々、もう本当、あとちょっとで、再予約注文受付、になると思いますので、またご案内お待ちください。そして今、ご予約いただいている方、大変お待たせ、コロナの影響もあって、ちょっと、ね、後ろにずれ込んでいる風ではあるんですけど、もう、お待ちください。モジャ君も40度のベトナムの中で、モジャ君はじめ、ベトナムGラボチームも張り切っておりますんで、よろしくお願いします。あと、いろんなグッズありますよ。いつも、キャップとか、これ T シャツ。このストラップ、このストラップは私のハニー小杖さんがハンドメイドで1本ずつ作ってます。このジョイントレザーもちゃんと付随してますんでね。であとはこの水引き、これは私の両親、水引き歴50年です。長野県飯田市というところで、うちの両親がハンドメイドで作ってるやつだとか、これがいいです。これはウクレレが入るスタイリッシュな、スタイリッシュなガズレレって書いてある。はい。これね、リュックサック型ウクレレケースなんですよ。これがすごいいいね。横持ちもできます。こういう風に持って。これビジネスマンの方もいいし。これね、主婦の方もこれね、いっぱいね、これ、でかいんでね。コンサートウクレレ入ります。コンサートウクレレ入るし、この中にポーチが入ってて、ここ譜面台とか入れられるポーチだとか、ちっちゃいポーチも
こう取り外しできるようになって、ここにチューナーだとかいろいろ小物とか入れたりとか、まあ、できて、これをね、ここで持っても本当になんか旅行にもいいし、ウクレレも入るという状態、これ大好評です。このリュックサックの方もぜひよろしくお願いします。あとアプリがあるね。アプリ。これもね、近々曲数がドーンと追加されますんで、こっちも1曲ずつダウンロードできるようになったりとか、もうあっちからこっちから、ガズレレ盛りだくさんでございます。はい、ガズレレ .com までチェックをよろしくお願いします。はい、そしてどんどんいきます。はい、こっちの本、リットミュージックから出てるこの緑の本と黄色の本、こちらがですね、また重版がかかりまして、もうこの2冊だけでどんぐらいだろう、こう7万部に迫るぐらい人気になってます。ありがとうございます。はい、これもぜひおすすめなんです。こっち100曲入り、こっち50曲入り。さらに6月18日でこの本、赤い本が出て、こっちもですね、今ただいまアマゾンなどで予約受付中でございまして、こっちも100曲入ってますからね、簡単楽譜になってます。皆さんこの本とかもご活用ください。音楽聴くよりやる方が最高。しかもね、やっぱウクレレに合う時期というか、だんだん暖かくなるから、さらにウクレレ楽しくなると思います。皆さんどんどん音楽やっていきましょう。はい、またこのガズレレ YouTube ご覧になってください。ありがとうございました。さようなら。